ブリキは、鉄鋼を鈴で、表面処理した、表面処理鋼板。缶詰など常に水分と接触する部材に用いられる。他、かつては、玩具の主要な材料でもあった。部の字は日本で作られた黒字。イオン化傾向を比較すると、鈴は、鉄より腐食しにくいため、全面を覆うことで鉄の腐食を防ぐことができる。しかし、一部でも鉄が露出すると鈴が、 鉄の腐食を促進するので、その箇所から、鉄の腐食が広がるのが欠点である。なお、鉄板に亜鉛をメッキしたものは、トタンと呼ばれる。亜鉛そのものは、鉄より錆びやすいが、鉄が露出した場合、亜鉛が先に腐食して、鉄の腐食を遅らせることから全体として、耐食性に優れている。ブリキの製造法には、熱石法や、電気メッキ法がある。 古くは、溶液鈴中に直接後半を診積する、熱石砲で製造されていたが、第二次世界大戦後に、電気メッキ砲が導入され、特にフェノールスルホン酸鈴を、電解液とする、フェロスタン砲が、主流になったため熱石ブリキは、次第に姿を消した。語源はオランダ語の、ブリキと呼ばれる、日本語で、板金、板金を表す言葉が語源と考えられる。 以下の異説もある。オランダ語のブライク家エから来たという説。明治時代、レンガを後半で保護しているものを見た、日本人が後半のことを尋ねるつもりでそれは何かと質問したところ、ブリックという答えが返ってきたことから誤ってついた名であるとする説。しかし、ブリキについては江戸時代よりブリッキとして知られており、この説は疑わしい。 ブリキの玩具日本国内では、ブリキの板を、ロボットや、自動車、鉄道車両、船舶、航空機など乗り物のような形に成形、塗装した玩具を、ブリキのおもちゃと呼び、回顧趣味的に愛好する人々がいる。昭和初期中期の生活史を懐かしむ文脈に、ブリキのおもちゃは現れる。19世紀から20世紀初頭にかけて、ドイツのメーカーが主戦場を築き上げたが、 日本におけるブリキのガングの登場は明治5から6年頃とされる。この頃、石油ランプの普及により大量の石油管の空き缶が廃棄されており、これにガング業者が再利用してガングを製造したという。明治7から8年頃ブリキ板が輸入されるようになったが、高価なためフルブリキによるガングの製造は日清戦争の頃まで続けられた。 第一次世界大戦後、日本のメーカーが台頭して、重要な輸出品になった。前世紀は、戦後1950年代から1960年代で、その教習を意欲的に追求するために金銭と労力を投入してでもブリキのおもちゃを収集する愛好家も存在し、彼らの中で希少価値の高い品が高値で売買されている。 戦後の復興期において、ブリキ製ガングの輸出は、外貨獲得に貢献した。当時のガングに錆びやすいブリキが使用されていた理由は、コスト面だけでなく、主力産業へ優先して供給すべき、振動製品の使用が、ガングには、制限されていたことも一因と思われる。なお、ガングではなく、教材として販売する場合は、振動の使用は認められていた。 アサヒガイング、バンダイ、イチコーマスラヤコーポレーション等が有名。ブリキのガングは、資本投下も少なく、金型の製造以外は高度な技術や熟練した、工程も少ない。そのため、発展途上国が工業化、近代化を促す、第一歩として、最適な産業と言えよう。戦後日本の輸出を支えたのは、円の養殖機とブリキガングとも言われている。 その後高度成長期において人件費の高騰によりプラスチックなど主に石油を原料とした作業工程も少なく人件費のかからないものがブリキに代わり玩具の主流となっていった昨今一部の収集家によりブリキの玩具は過去のものというイメージがしいが現在でも日本をはじめとしてマニア向けの復刻版だけでなく少数ではあるが 用事用の商品が生産されている。ただ、人件費の安い海外製のものも多くなっており、それらは ST を満たしていないものもあるので、用事に与えるには注意が必要と思われる。ブリキ製品は大別して、塗装と印刷の2種類に分けられる。ブリキの板をプレス加工した後、錆びないように下地に塗装をかけ、もう一度塗装をかける。ガ具などでは、 だいたい 0.25mm から 0.4mm が、中心で欧米では鋭利で触ると危険なプレスの、切断面をジャブ付けと言われる、厚地の皮膜で覆うことが多く、そのため比較的厚めである。日本製のものは、切断面を、もう一度プレスで工程をかけ、折り曲げて安全にする手法をとっており、そのため薄めのものが多い。また塗装も、下地をかけてから、 もう一度塗装するなどの気配りをしている。あらかじめ印刷されたブリキ板をプレス加工して組み立てるものは加工後を想定して印刷のデザインをする必要があるため高度な技術が必要となる。このため何回ものテストを繰り返して初めて想定した製品となり得る。印刷は主にスクリーン印刷が使用される。昔の製品には 白色顔料に鉛化合物が含まれていたために、経年変化により黄色味を帯びている。占領下の日本で生産されたことを示す、オキュパイドジャパンの表示のあるものは、高値で取引されている。ありがとうございます。